はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。さあ、皆さん、始まりました。はい。もうすっかり涼しくなりました。もう完全に秋ですね。そうですね、まあ、すっかり秋ということで はい。秋の味覚といえば、一般的な秋の味覚とさ、個人的にこれめっちゃ好きですみたいな、仙台の方からニュース飛んでくるサンマめっちゃブワーみたいな。でもね、なんかサンマ、僕ね、夏のバーベキューでね、バーベキューで魚っすか？ それあれなの？仙台ならではなの？違うと、大山家ならではだと思うんです。サンマ焼くんすよね、僕んち。まあでもいいな。栗ご飯とか。おお、確かに。あんま食べないけどね。あんね、給食に出るよね。え、出ました？あ、出なかった？栗ご飯とかって、うん。あんまり味しないじゃないですか。ご飯にってこごと？飯自体に、素材の味を楽しみますみたいな。おこわとかみたいに、たけのこ、人参、こんにゃくとか、なんかいろいろ入ってて、醤油味で、あ、それだけでご飯いけるみたいな。味じゃないじゃないですか、栗ご飯とか、さつまいもご飯とかね。子供には難しい味だったよね、あれ。ななんるか、そうそう。ほど。お子ちゃまの舌だもんおね。こちゃまに、やっぱ味ついてなんぼだと思うんで、濃くてなんぼめって思う。さつまいもとかさ、スーパーとかに通年置いてあるのよ。モデルさんとか女優さんとかさ、結構さつまいも食ってない？っていうのもあって、なんか通年人気なんですよね、多分ね。あんまりそのさつまいもにも四季を感じなくなってきまして。うわ、悲しい。悲しいよね。芸能界に触れる前の何も知らない田舎の少年、大山くんは真っ先に焼き芋って言ってたかもしれないわ。だってね、やっぱ落ち葉のやつにこうアかルきミ集ホイめルでてね。巻いてこう焼いてみたいな、やったことないけども、憧れだよ憧ね。れ。そうか、都会に住まってしまいました僕らは。やっぱり金、そうですね。じゃあ本編いきましょう。行きましょう。じゃあ翔くん、はい。ちょっと J2 お休み期間ではあるんですけど、いわき線、うちのミラ線 うちしかないですよね、皆さんね。うちの専売特許といいますか。はいはい。よく見ていただいたというか、ああ、ねはい、回ったんですよ、え。回った予の。想以上に。回りましたね。はい、ありがとうございまありがす。とうございます。はい。いいねも30近くしていただいて、素晴らしい。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、試合の内容、その前にあれですか、おはでい。んの具ね、そのいわき戦のね、そのはい、動画ではい、ね、はい。おでんの具譲れない。あなたのナンバーワン具は何ですか？ウインナー巻きと、鶏つくね串。癖すごいな、2つとも。子供に人気なんじゃないかな。あ、ちょっとね、ウインナー巻き結構ちょっといるかも。ウインナーってそもそも濃いじゃないですか。くどいですよね。くどいって言い方悪いですけど。周りの、あれ、練りさつ物。ま、練馬練じゃない。地域になっちゃった。練り物。もう濃いっすじゃない、味ちゃんとあるから。濃い濃いですよね。くどい人か。くどい人で、中山雅人じゃちょっとそれ思った。くどいで出たっすない？ よね。出なんかた中山選手がファーファーファーって。出た。でもウインナー巻きとイコールになんないっすよ。なんか存在感が。なんか中山選手なんか餅巾着とかがドーンって来そうなんだけど、でも中身で言うと子供っぽそうだし、子供人気もありそうだし、くどいから、ウインナー巻きは中山選手。中山選手。はい、決まりました。つくね。意外とさっぱりしてんだよね、多分ね。おでんだとそうっすよね。塩顔なのか。ずっしりきそうだけど意外と塩なクールなんだみたいなとこっすか？そして子供、から人気がある人？渋くないみたいな。あそこかな。あれかな？俺これかな？一どうだ？緒に言って多分合う気がする。せーせーの、の、木田ゴー龍ケ。馬。ああ、なるほど。ゴーケ。ゴーケ選手。ゴーケ選手かなと思ったのは、青森山田からヴィッセルっていう、まあこの素晴らしいルートをたどってますよね。だからもうインパクトドーンってきそうじゃないですか。だからもうそこの部分だとちょっとつくねっぽいですよね。しかも活躍したから。そのビッグネームベガルタ来ました。でいざプレー見たら、もうガンガンなんかもう俺だ俺だっていう感じになるのかと思いきや、意外とちょっとなんかこの縁の下というか、人がちょっと見えないところで一生懸命頑張ってくれたり、存在感出してくるっていう、この意外と出し効いてるなみたいな確かにところがぽい。で、ベガサポのツイッターとか情報を見ると、めちゃくちゃファンサービスいいらしいんですよ、攻撃選いいん手って。だ。
だからつくね。お、決まりだな。牛すじとかあの、はいはいはい、焼き鳥とかでもなく、うん、つくねっていうあたりがまたさ、あ、なんか豪華さんっぽいじゃないですか。ひき肉かよみたいなね。どういうこと？これで酒つまめるな。確かに。年末、年末の皆さん、ちょっとなんかあの、ね。あれ、おでん囲みます、ね。おでん囲みましょうか。面白いかもね。確かに。やってみてください、皆さんもね。いろんなものをベガラットの選手で例えるっていう遊び。はい。面白い、はい、でですよ、内容ですよ、はい、試合の内容、まあ結論から言ってしまいますと、あの引き分けだったから今シーズンの J1 昇格はここで立たれてしまうということになってしまいましたけどもね。内容でもどうでした？いわきと互角にでもフィジカルというか、そこの球際の部分やり合えてた。うーん、でもやっぱなんか、はい、一歩いわきの方がやっぱそう、奪いどころ大事なところでこうやらせてくれないっていういやらしさは、うわそこやらせてくれないかみたいな、やっぱいわきの成長を感じたというか、ベガラタはやっぱアタッキングサードじゃないですか。どうしてもそこスピードダウンしますよね。意図を持ってなんか組み立て直すってよりも出すとこなくて、あ、分かる分かる、結局なんか福森選手まで戻ってますボールが。はいはい、試合運び的に、あ、勝てそうかなと思ったけどね、点も2点取ってますし、うん、リードしたんだけどね。そんなわけですよ、昇格望みを絶たれたということで、ちょっと J2 全体的にもうちょっと整理したいなと思いまして、優勝しそうだなっていうところは一チームあると思うんですけど、2着がどこに来るのかっていうのと、プレーオフどの辺が行くんだみたいな感じのところちょっとまとめてもらっていいですかね。はい、いいのがありますよ、いいのが入ってます。おお、まだまだ楽しみどこありますから。降格もね、熱いですから。降格が熱いというか、確かに J1 昇格どうなるかっていうところ、1位に僕の中ではなんか番狂わせみたいなのが起きずにトントンっていくかなっていう、まあ、1位町田ですね、やっぱり。あ、そうですよね。うん、1試合今消化してないんですよね、残り5あるんですよね。おお、そうなんだ。週末にそれで町田が勝って、その翌週、はい、勝ったら、だから6ポイントゲットしたら昇格決定なんですよね。おお、だからまあここはもう決まりだろうと思います。で、2位は清水ですかね。直接対決制したしね。清水も上位との対決ないんですよ。ここも順当にいくんじゃないですかね。いいサッカーしてるしな。その下だよね、プレーオフがね、結構ジュビロ硬いんじゃないの。ジュビロ、ベルディが今勝ち点65で並んでるんですよね。おお、並んでんだ。並んでるプラス、こう直接対決があるんですよね、岩田ベルディで。なるほど、ベルディ岩田は決まりかな。ベルディ千葉とも直接対決があるんでね。あー、気抜けないっすな。で、これね、また5位の千葉がね、ベルディ、群馬、長崎っていうこのプレーオフ圏内狙える勢と4分の3あるんですよね。お、何かが起こりそうな気がする。起こりそうですね。僕的になんか5位6位残り2枠をかけた戦い、現実的に考えて大分までかなっていう気がするけどね。はい、6位と7位のプレーオフの境目が勝ち点1差でしょ、うん、で大分と長崎も4ポイントなんですよ、はい、だから全然あるんですよね、4節もあったら。これ注目したいのは、まず僕2つ残り2枠狙うところで番狂わせあると思ってて、まず9位の岡山ですね。岡山、これ対戦相手が山口、栃木、秋田、金沢なんですよ。おお、下位だ。まあその残留争いって意味でこの山口、金沢とモチベーション高いですけど、でも難しい試合、この緊迫した試合でどっちがより上回れるかっていうと、去年のプレーオフの件もあるんで、そうですね、岡山ちょっと強そうだなっていう、なんかその土壇場、岡山のサポーターもね、最近来てるからね、来てますから。で、これまた千葉がこの4分の3の上位対決でダダダって崩れたりとかしてあるなっていう、岡山まだワンチャン。なるほど。もう一個注目したいのは群馬ですね、僕は。群馬渋いな。群馬も1試合消化できてないんですよ。で、今54でしょ、1試合少なくて、はい、で仮に勝ったら57になるわけですよ。そうすると甲府と勝ち点一緒になってくるんですよね。あ、確かに面白い。で、ここも上位対決残してるんですよ、山形、千葉、大分っていうこの狙えるところ。うん、勢いというか、なんか調子いいというところってなんか番狂わせ起こすじゃないですか、なんかわかんないけど、はい、で、はい、群馬この位置にいるって多分ないっすよ。そうだね、ないっすよって言い方がちょっとあれですけども、でもまあない。16位ぐらいが似合うもんね。ダークホースになりえそうな気するんすよね、はいはい、山形、
った千葉攻撃グイグイ来るじゃないですか、はい、そこをぎっしり守って、うん、残りの10分とかで1点取って、はい、1-0、1-0みたいな続いて、はい、なんか大分戦とかもなんかやり合ってドローみたいな、残り5試合3勝2分けとかになって、はい、ギリなんか6位とかで食い込んでくんじゃないかなみたいな。あー面白いねそれね。甲府とか ACL がねリーグ戦の中に2試合入ってるんで、うん、これまた大変だなっていうね。確かに調子いいけどね甲府、うん、僕的に予想はまあ1位町田、2位清水、はい、プレーオフは東京ヴェルディ、ジュビロ、岡山、群馬かなって、ね、おー千葉、長崎一歩届かず。そう千葉うわあそこまで行ったけどクソみたいな一番悔しいパターン順位もねプレーオフ3位と4位じゃ全然違いますからね。そうですよね。そう3位だとホーム、ずっとホームでしょ。ずっとホームだしやっぱアドバンテージあるですからね。そうだ、プレーオフ90分しかないんですよね。延長戦とかないんで、うん、90分で引き分けだったら順位、リーグ戦の順位が高い方が勝ちになるんで、ね、一方です。明るい話題から降格争い、はい、残留争いだ。降格を争いたくないもんね。そうですね、うん、意外とうちもちょっとお尻ぐらい入ってる。まあ仙台は大丈夫じゃないかなって思いますけどね。残留争いの見どころとしてはその17位のいわきから最下位の金沢まで、はい、残りの対戦相手がね上位勢なんですよね。みんなほぼほぼ、あそうなんだ。プレーオフ狙える県内と戦うチームが6分の5チームがね、はい、残りの3試合以上が上位勢との対決みたいな。おギュリンってなる可能性が。そういった意味でもベガルタはそうちょっと恵まれてるところあるかなっていう。あとベガルタ4ポイント取ればいいんですよね、はい、いいですね面白い。あのまだあの熱入れて見れる。嫌な熱ですけど、ね、あそう大宮金沢がどうなっていくかってとこですよね。まず金沢今33ポイント、20位の山口と9ポイント差、ちょっときついですよね。次山口栃木の42ポイント同士が勝っちゃうと追いつけるけど、もう金沢4連勝するしかないん でしかもこの金沢がね残り4試合山形、町田、大分、岡山なんですよ。うわ頑張って頑張っても2勝2分けとか。うんちょっと金沢は来季 J3 なのかなっていうね、うん気はします僕的に。石原選手残念。もう1個の枠がどこが降格するのかっていうところも、はい、僕もね順当に大宮行かないと思います。あ確かにね僕もなんかそんな気する、まあ、理由としては今大宮3連勝中なんですよ。ここに来て原崎大宮さすが慣れてるね残留争い僕的に危ないのが熊本と山口。熊本去年あんなに頑張ったのに。熊本残り4つあって対戦相手が町田、清水、甲府なんですよね。カロリー高いわ。でもう1個が一番最後山口なんですよ。直接対決があるんですよね。面白い。で山口は山口で岡山、仙台、町田なんですよね。うんお互い勝ち点うまく積み上げられずに、はい、最後の最後までうんこの大宮と勝ち点差2ポイント差みたいな。大宮が勝って熊本山口の負けた方がくるんってなるみたいなのがね、はいはい、見える最終節ね。そうなんかよく昔 J1 の NHK の最終節放送された時に、はい、こっちで鹿島対どっかやってて、はい、こっちの画面でマリノス対ガンバみたいになって、はい、ワイプ出たぐらいにして、ね、そうそうピコーンって点入って、はい、あーマリノス 1-0 だみたいな、はいはい、っていうのがねありそう。確かにこれで最後そう直接対決で熊本山口の負けた方が、うん、僕は降格するんじゃないかなって思います。なるほどねあると思うなこれ。熊本だと7ポイント差離れてるんですけど、いや残り4つだったらなんかこの状況だと普通に考えるときついかなって思うんですけど、はい、チーム状況とか対戦相手を考えるとうんなんかありそうだな。今年の J2 面白い。最後までね面白いんだね。ベガルタがダメだったけどもちょっと違う酒のあてができたかなみたいなところが下位の降格争いしてるチームのいい選手を見つけるのもね、うん、来季にとって面白いかも。ああ確かにね。去年の菅田選手みたいに J2J2 っていう移籍全然ありえますから、うん、この来季のベガルタのことを考えて熊本の平川選手 FC 東京のレンタルだけどベガルタになんかレンタルしてこないかなみたいなと、いわきとかね、うん、下田選手ないっすかみたいな
や、さすがにそれ禁断の遺跡じゃそれ金沢ね、石原選手もう一回みたいな、カムバックあるかもしれない。でもそういうね、探すのもね、面白いと思いますよ。います、ちなみにこの人実はね、なかなかいい成績残してるんですよみたいな。もういわきの下田選手の印象が強すぎてね。ああ、かわすのうまいね。剥がすのうまいですよね、うん、ほんとブスケツじゃないですか、うん、っていう。大宮かな、若いディフェンダーの選手がいるんですよね。センターバック、多分センターバック前にグイグイ攻撃的なセンターバックが、なんか姿選手みたいな、うん、とかね、はい、なんか自分なりに、あ、これベガルタに欲しいみたいな、ビルドアップうまいセンターバックいるなとか。翔くん、ちなみにさ、この下位のチームの中に個人成績実はめっちゃ高いですみたいな人いる？下位のチーム難しいか、ね、成績反映するよね。意外と得点ランキングで言うと上位がやっぱ上位に来るんですよね。でもアシストは下位のチームの方が多いかも。武田秀俊選手入ってるね。お見事、ピンポン。1位か。1位が4人いるんですけど、8アシスト。藤枝やっぱあれなんですね、パスサッカーのチームだから、やっぱ崩して崩してっていう結果が出てるんですかね、うん、渡辺亮選手がね決めてくれてたもんね。得点ランキングで言うと、はい、今1位がファンマ選手23ゴール。あ、結構取ってんだ。スロースターターだけどな。だいぶスロースターターだけど。でも2位がエリキ選手、18ゴール。はいはいはい。で3位が清水のカルディニョスジュニオ選手が14ゴール。はいはいはい。これはもうファンマ選手で決まりでしょ。で、日本人の1位は渡辺亮選手なんですよね、いまだに。あ、そうだったんだ。そう、13ゴールで。まあでもセレストに行っちゃったんで、実質 J2 の日本人1位は千葉の小森ヒーロ選手と森海斗選手、あとチアガーベス選手が今12ゴールですか。うーん、得点ランキングはあれだけど、アシストランキング、そう、アシストわかんないですね、誰になるか。意外と感じですね。まあそういうわけで、はい、まあ、ベガルタ、まあ、今シーズンはでの J1 昇格は叶いませんでしたけれども、はい、来シーズンに向けてといいますか、違った見方でね、またベガルタ J2 をね、はい、見ていけたらなというふうに思いますね。そうですね、今シーズンの J2、 近年稀に見る最後の最後までわからない状況なんで、だからね、最後はシフト行きたかったね、ベガルタも、はい、最後のホーム町田戦でこう町田を倒してプレーオフギリギリ滑り込んだみたいなのを思い描いてたんですけども、残念ながら叶わずということでね、はい、まあでも最後まで言わせた足運んでもらって、はい、応援しましょう。はい、はい、というわけで今日のミラー戦は以上です。はい。ではまた次回の皆さんでお会いしましょう。はい。さよなら。さよなら。